皆さんこんこにちは、やりです <laughs> 今日はできていなかったネイル商品なネイルのご紹介をしたいと思いますでちょっと今日もですね照明がない部屋で撮ってるのでちょっとごめんなさいずっと今寝てたのであのー、今撮れるかなと思って撮っちゃってますなのでちょっと照明ないのは申し訳ないです今回のネイルはキキララネイルにしました でこの親指見にくいど,どうやって見せればいいんだこれこう持てばいいですね持っても分かんないなどうしようかなここに「U」って書いてあってこっちに「キス」って書いてってこうやってやると「キス U」になるようになってます本当は「ラブ v e u にしたかったんだけどなんかシールがなかったみたいで「キス U」になってしまったここにえっと「A.K」って書いてありますまあこうちゃんとアリスですね で、でえー、と、他の指がですねごめんね証明なくて本当に分かりづらいんですけどえっ、ー、とここがアメホロが入ってますねで「星のアート」書いてもらってここに実は指輪のシールが貼ってあります分かりにくいよねでここになぜかクマちゃんがいますこのクマは何で入れたのかって特に意味はないんですけど かわいいシール見つけたのでくまちゃんをしてもらいました手はこんな感じですね足はこんな感じでルナがいますでこっちはセーラームーンのコスチューム着てますはい今年もフットはセーラームーンですねで他のがあのー、セーラー選手のカラーを入れてもらってますいかがでしたでしょうかずーっとこのなんか ずっとここの毛が跳ねてるのが気になってしゃあないんですけれどもはーいまあだんだんと熱も下がってきて元気になってきてるので今回は大丈夫そうなんですけれどもまたちょっとすぐにねあのー、また熱出てきたりだったりとかちょっと今日アリすごいおかしいなとかいう日あると思うんですけどまあ元気にとっていきたいなと思いますのでよろしくお願いします。とということで無理やりの 新ネイルニューネイル爪でしたこうやってやるとね先端恐怖症の人が本当に嫌みたいなんですけどあの説明する時にこうやってやってごめん私も先端恐怖症だから結構嫌だなこれごめんねごめんなさいちょっと閲覧注意ってやっとくなんかこうやってやるとあのネイルのボコボコ感がわかるんですよ ほらでちょっとね浮いてたんですよね前やってもらった時にで私がずっとこうやってやっててこうちゃんとこう見た時にわかるかなと思ってたんですけど確かにこうやってやると嫌だね先端起こしちゃごめんなさいはいということで今回はこんな感じではいニューネイルのご紹介でした足もあのふっとねあのさっき見せたと思うんですけどセーラー戦士の,あのこっちが。 セラムでこっちルナみたいな感じでやってもらってあのいつも一緒な感じではいやってもらいましたで今回の値段がえー、っと1万円ぐらいかかりましたやっぱねキャラクターはすごくかかるねうん両方でこっちがだから手がいくつだろうのいくらなんだろう同時施術で 3人の人にいつもやってもらうんですよ右手左手足の人みたいな感じでいるんですけどなんかまあ毎回場所は違うのであのー、今回はうんすごくなんかかかったなって感じがしますね時間も6時間ぐらいかけてやってもらったのではい次はどこに行こうかなって感じでございます森やりでしたまた次の動画でお会いしましょう 皆さん、せーのおつわりバイバイ。